はい、タンタンです。こちらですね、ギタリクスという、ブランド名で、当時出しておりました。1980年代から、90年代前期頃の、テレキャスターにスタイルになりますけれども、制作が後のフェンダーのマスタービルダーの岩撫さんの、作品となりまして、当時ね、ギタリクスというブランドで出していた中の、このスタイルはかなりレアかなとは思いますけれども、テレキャスタータイプのヴィンテージスタンダードモデルでございます。非常に、30年以上経ってますので、かなりこうね、使い込まれたいい感じのルックスに仕上がっておりまして、アッシュの2ピースですね、のボディと、よいしょ。で、メープルのネックになります。メープルネックですね。とってもヴィンテージのアンバーカラーに現在なっておりまして、よく見てもらうと、見なくてもですね、ウェザーチェックがこうしっかり入っていて、非常にこうメンテナンスの行き届いた、一本になっております。こんな感じで、かなりこう経年の、なんていうんですかね、ヴィンテージサウンドに仕上がっておりまして、カラッとしたいい音色が、深いこうジャジーなサウンドもしっかり奏でてくれる、味のある音に仕上がってますね。ピックアップも当時の岩撫さんの、ブランドの手巻きピックアップになってますんで、かなり質はグッドなものになってますね。ネックも若干のこうソフト V ぐらいの、三角形のネックになってますけども、非常に握りやすく、したシェイプに仕上がっておりますね。とってもコンディションいいと思います。年代以上にグッドなコンディションですし、物も非常にレアな、希少のあるモデルでございますので、ぜひ店頭で実際に弾いていただければなと思っております。そんな感じでこちらギタリックスの、TL ヴィンテージスタンダードでございます。お問い合わせ待ちしてます。タンタンでした。